代劇の世界にタイムスリップできる奈良井宿にやってまいりました。当時の参勤交代ですとか江戸時代に実際に使われていた宿場、その雰囲気も建物も結構そのまま残っているものもあったりしてですね、非常に趣ある雰囲気、宿場、町でした。今回私もこのような出立ちで皆さんにお別れしたいと思います。長野県奈良井宿からでした。